天然芝の鮮やかな緑、これを見ているだけでもワクワクしますね。このエスコンフィールドの象徴的な建物がこちら。そうです、かつてファイターズで活躍し、今や WBC 侍ジャパンの顔でもある大谷選手、ダルビッシュ選手に敬意を表した、その名も背番号にちなんだタワーイレブンです。いろんな設備があるそうなんですね。では早速行ってみましょう。レフトスタンドの一角にそびえ立つ、その名もタワーイレブン。その上段にあるのがアジア初、フィールド内が一望できるホテルです。タワーイレブン4階にあるホテルにやってきました。内装もね、野球場のこうグラウンドをデザインした形になっていますが、注目がここ、分かります？ダルビッシュ&大谷スイートルームなんですよ。お邪魔します。大谷とダルビッシュの背番号11のユニフォーム、これ実際に着ていたユニフォームなんだそうです。さらによく見ると直筆サインが入ってましたよ。そして部屋からベランダに出ると、さあベランダに出てみましょうか。うおもうクラクラするような景色が広がっていますよ。まさに世界でここだけの景色、光景が広がっています。いやー、ダルビッシュ大谷スイートのベランダから眺めるこの景色、高みの見物、野球観戦なんて贅沢なんでしょう。タワーイレブンのホテル、部屋によっては球場が見えないお部屋もあるんですね。そういった方のためにこの屋上におしゃれなテラスが用意されているんです。なんとここでは焚き火やバーベキューも考えられているということです。そしてこのカウンター席から野球を見ることができるんですね。タワーイレブンにあるホテルの部屋数は12室、家族や友人とプライベート空間の中で野球観戦を楽しむことができるんです。タワーイレブンの中2階にやってきました。ここになんと、わかります？お馬さんがいるんですよ。世界最先端の乗馬シミュレーターを体験できる施設なんですね。日本初のスタジオ型乗馬クラブが道内初上陸。野球観戦の合間になんと乗馬が体験できちゃいます。今ですね、早足、まあ、ちょっとスキップのような感じの動きなんですけれども、結構ね、リアルな動き、おーすごいです。本当にあの馬に乗ってるような感じです。目の前の景色がリアルに変わっていくんですよね。ですからちょっとこっちの方向を変えると、ほらほら、こうやって